Video Diary September the 4th, 2017 by Hiroshi Hayashi Video 日誌2017年9月4日林博史です。おはようございます。12月9日のライブトークのポスターが出来上がって送られてきました。12月9日に東京の原宿でライブトークをします。でそこにはこうあります。今エイリアンに最も近い男。このキャッチは私が考えたものではありません。先方さんがですね、勝手につけたキャッチですけども、それを読んでですね、なるほどなと、そうかなと思ってみると同時に、そうだろうなというふうに私自身が思いましたので、このキャッチはそのままにしておきます。繰り返しますが、私が考えたキャッチではありません。この主催者の一人の方がですね、私の動画をずっと見てくださっているようで、その上でこのようなキャッチを考えられたのだと思います。どうもありがとうございました。詳しくはマグプレミアのマガジンの方で紹介していますので、どうかそちらからお申し込みください。で今日のテーマは与えるです。いきなりブッダの言葉を引用するのもどうかなという気持ちもないわけではありませんけれども、ブッダの言葉です。 Happiness is notHaving a lot. Happiness is giving a lot. 幸福はたくさん持つことではありませんよ。幸福というのはたくさん人に与えることですよ、と。私は率直に正直に話しますと、ケチな人というのがいますが、その反対側にいる人間であったことは事実です。子供の頃から気前の良い人間として位置づけられていたようですね。何でもかんでも人に与えてしまうという性質というか性格があったわけですね。それは30代40代まで続いていたと思います。それ以後はそうでなくなった部分も自分でもね、強く感じてますけども、とにかく気前の良い男ということでですね、それはある意味で格好づけでもあったようなところもあるわけですけどもね、何もなくてもあるようなふりをしてね、人に物を与えていたというようなところがあるわけです。そういう意味では物には固執しない、あるいはということなんですよね。で実はですね、そのこととは直接関係ないのかもしれませんけども、私にこんな経験がというか、昨日の話を先にした方がいいのかな。昨日こんなことがありました。で昨日岐阜へ行きましてね、で帰りはバスで、岐阜といっても郷里の美濃市へ行ってきたわけですけども、美濃市から岐阜市まで、バスでちょうど40分か50分ぐらいの距離ですけどもね、美濃市でバスに乗り岐阜市へ着いたわけです。で私とワイフは一番最後尾に座っていましてね、それでお客さんが降りていったわけですけども、そろそろ立っていこうかと思っていましたら、そうですね、70歳代ぐらいの女性がですね、バスの運転手さんと揉めていたんですよね。でその女性なんですけども、お金が足りないんですよね。でどこから乗られたか知りませんけども、1000円以上の、料金を払うということになってなっていましたので、おそらく始発あたりから乗ってこられたんじゃないのかなと思いますけども、その運転手さんがですね、
バス代は千何百円ですよってことを一生懸命言ってるわけですよ。ところがその女性がですね、お金がないっていうんですよ。で、一生懸命財布の中探してるんですけども、お金がないっていうんですよね。で、私は、まあ、そういう会話が聞こえた途端にですね、さっと前行って、まあ、たまたま1000円持ってましたのでね、おばあさん、これ使ってよって言って渡したわけですよね。そしたら、まあ、おろおろしてましたので、私の方で、まあ、直接ね、1000円を料金箱に入れることできませんので、一度両替してほしいって、まあ、バスの運転手さんがおっしゃったもんですから、一度両替して、まあ、そのお金をおばあさんに渡して、それで、まあ、ガチャガチャっと入れてね、それで終わったわけですよね。それでまた自分の席に戻って、荷物を手に持って、まあ、そうじゃない、私たちは岐阜駅、JR の岐阜駅で降りるのではなくて、もう一つ先の、一つっていうかね、ちょっとぐるっと回ったところに、名鉄電車の、駅があったんですよね。そこで降りるつもりだったんですよ。ですからまた自分の席に戻って、まあ、その様子を見ていましたらね、それでまあその問題が解決して、おばあさんがですね、階段を降りるときにふと私たちの方を振り返ってですね、ありがとうと言ってバスを降りていかれたんですよね。で、その時にやはりこう、率直に言ってすがすがしさと言いますかね、なんて言いますか、それを感じたわけです。で、こんなこと言うとね、で、まあ、その次の、ね、バス停といいますか、ぐるっと JR の周りを回って、そして、バスのいわゆる、まあ、車庫といいますかね、それが名鉄電車のあるところでしてね、岐阜市の方はご存知かと思いますけども、名鉄電車の名鉄バスターミナルへと入っていったわけです。で、そこで降りて、名鉄電車に乗って、まあ、豊橋、そして浜松へと帰ってきたわけですけども、そういったことを、まあ、経験したというか、まあ、やってるわけですけども、率直に言いますね、これは嘘ではなくて、私、今まで、そうですね、そういった経験というのは人生の中で、10回以上、20回前後してきたんじゃないでしょうかね。で、そういう時は必ず私はさっと横からお金を出してですね、使ってくださいよっていうふうに渡すことにしています。それは習慣としてそうしているわけですよね。で、まあ、それは大変気持ちの良いことでしてね、私はそうしています。というのもですね、実はその話の原点にあるのが、今から50年前ですよね、50年近く前になるんですけども、こんなことがあったんですよ。で、私がですね、オーストラリアでの留学生活を終えて、そして、まあ、ブリスベンへね、まあ、その時は飛行機の、まあ、飛行機のね、いわゆるその直行便に乗るというよりも、まあ、できるだけその各駅停車をしながら、まあ、行く時もそうでしたけどもね、帰る時もできるだけ各駅停車をしながら、まあ、その飛行機を降りて、その半日、一日を過ごして、まあ、その次の便で次、まあ、次の場所に行くということをしていたわけですよね。まあ、今でも、まあ、そうですけども、各駅停車しても直行便に乗っても料金は同じなんですよね。で、私はまあ好奇心旺盛でしたから、まあ、できるだけ各駅停車をして、まあ、飛行機を乗り継いでくる、そして各駅停車して降りて、そしてその、まあ、降りたところをね、まあまあ、旅するというか観光して、まあ、また飛行機に乗るということを繰り返していたわけです。で、オーストラリアをいよいよ去ることになったんですよね。で、メルボンからシドニーへ来て、シドニーでまた各駅停車して、で、もう一つブリスベンでね、各駅停車しようということで、次のブリスベンへ来たわけです。で、まあ、そこで、まあ、ブリスベンを最後に、まあ、次の目的地である、まあ、その時はマニラだったかな、フィリピンのマニラに、まあ、行くつもりでね、まあ、いたわけですけども、とにかく最後、ブリスベンで最後のオーストラリア生活を過ごしたわけです。まあ、そこまでは国内便ってことになるわけですよね、一応ね。それで、なんて言いますか、そのブリスベンで、まあ、ドルをいくらか持ってたんですけども、それも使い果たしてですね、まあ、オーストラリアのドルはもう1ドルも持っていなかったんですよ。細かい小銭はあったような気がしますけども、とにかく札はなかったんですよね。それで、その最後ブリスベンで飛行機に
乗ったわけで、乗ろうとして、ぞろぞろと並んできましたら、いわゆるなんていうかな、なんとか税というのを取られるってを支払わなくちゃいけないんですね。空港税だったか、何だったかよく忘れましたけど、その時の料金が10ドルだったか40ドルだったか忘れたんですけども、10ドル、日本円に直しますと、まあ、4000円ですよね、当時のレートでね。多分4000円だと思いますね。そんなお金があったら私使ってきたと思いますから、まあ、ドルをね、日本へ持って帰っても仕方ないということで、まあ、使い切って、そしてまあそこへ来た時に10ドルはなかったんですね。まあ、10ドルだったと思いますけども、10ドルがなかったんですね。で、もじもじしてまして、まあ、10ドル払ってくださいって言うから、私はまあ、日本円ではどうかとかそういう話もしたと思うんですけども、まあ、小さなカウンターでしてね、通路の先にあるところでして、何かしらこうダメだってのことをおっしゃった、おっしゃって、まあ、言ってたですね、その相手がね、カスタマーか、その言ってたと思うんです。その時にですね、私の後ろに立っていた香港系の、まあ、香港系の中国人っていうのもおかしいですけども、香港人がいましてね、それで、すらっとこの30歳ぐらいで、私より、まあ、10歳ぐらい年上の方だったんですけども、そのビジネスマンがですね、そのいわゆる、まあ、連れの、まあ、いわゆる部下の人とね、2人で立ってまして、そしてね、私のね、横からね、さっとこう、その10ドル出してくれたんですよ。その私がね、もじもじしてしまったって感じでね、お金がないってことで、もじもじしてましたら、横からですね、私の向かって、まあ、向かってというか、私の右側の方からね、その人がね、片手を出して、10ドルさっと払ってくれたんですよ。はい。その時にね、なんていうか、救われた気持ちになったような気持ちになりましてね、そしてその、ニコッと笑ってね、10ドル出してくれた。で、私もその人の顔を見て、ニコッと笑ったんですね。かっこよかったですね。本当にかっこよかったですね、その人がね。人間って単純ですからね、私それ以後、香港の人が大好きになったんですけどもね、香港人っていうのは友達もいましたからね、みんな、なんて言いますか、日本びいきでね、日本人に親切だったんですよ。まあいいんですけども、さっと出して、まあ、中国人ではなかったと思いますね。なぜかというと、あの当時、中国人、本土のね、中国人というのはそういう余裕はなかったはずですからね、外国出てきてどうということはなかったと思いますね。ですから、香港人って私は勝手に判断したんですけども、さっとお金出してくれて、私がね、シュシュに会ってって、挨拶しましたら、ニコッと笑って、はい。で、私はですね、そのまま飛行機に乗る次の便にね、そのまま乗ったのかな、その記憶はちょっと定かではないんですけども、次にその2人を見たときはですね、私があのあの通路ね、あの飛行機と、空港とつなぐ通路の窓から外を見たんですよ。そうしましたら、その2人がですね、私に10ドル払ってくれた、その、香港人らしき人とですね、それでもう一人よく、そのやや斜め後ろ下がったようなところをついてくる、その部下の人らしき人がですね、さっさと空港のね、まあ、地面の上を歩いていくのが見えたんですよ。まあ、ブリスベンの一コマですけどもね。で、私はですね、その時にしまったと思ったんですよ。そのしまったというのは何をしまったかと思うのはですね、第一にしまったと思ったのはですね、住所と名前を聞くのを忘れたんですよ。もっとね、我々は私のね、その、なんて言いますか、人生の大不覚だったですね。大不覚なんですよ。で、私はですね、その時は、その横からお金を出してもらった時にはですね、もうとっさのことでもあったもんですから、まあ、その、シェシェにやだけで終わっちゃったんですけどもね。そしたらニコッと笑って、そのままさっとこう自分たちのお金を払って、さっさと行ってしまわれたもんですからね。で、その時に、その直後ぐらいからかな、しまった、住所と名前を聞くの忘れたって感じで、ものすごい強い後悔の念が、どんと私を襲ったんですよ。そして、その私が次に彼ら2人を見た時には、その空港のね、地面というか、下をですね、歩いていくのを上から見たんですね。
一人がさっさとその二人がですね、何かしら話し合いながら話している雰囲気でさっさと言ったあの光景が、その小さな窓から見て取れてね。で、私はそれをじっと見てまして、その時にもうすでにしまったと思ってたんですよね。それが私の強い後悔の念だったんですよ。なぜかと言いますと、一つにはね、その後私は、帰国して、三井物産という会社に入ったわけですけども、本当に三井の方には大変申し訳ないんですけども、私の肌には合わなかった社会なんですよね。で、そうしたビジネスの世界に入りながらも、人間というかな、どう言ったらいいのかな、私はその2人というか、その私のお金を出してくれたそのビジネスマンの方に惚れたんですよね。男ながらに惚れましたね。惚れたということはどういうふうに感じたかというとですね、ああいう上司であったならば、ああいう、なんて言いますか、人であったならば、私は自分のね、生涯を支えてでも、その人の部下となって働くことができただろうと。ビジネスマンとして、ああいう人のために働くことができたら、私は本望だろうということをしばしば思ったんですよ。で、その後ね、いろんなビジネスの世界に入ってきましたけども、そうしたそのビジネスの世界に、で、何かね、つまずいたり、ふと何かあったりするたびに、その、なんて言いますか、二人を思い浮かべると、同時に、どうして住所と名前を聞いておかなかったんだろうという、悔恨の念ですよね。それが私をドーンドーンと襲ってきたわけですね。実は今も襲ってるんですよ。どうしてあの時に私は住所と名前を聞かなかったんだろう。一宿一飯の義理恩っていうのがありますけどもね、まさしく一宿一飯の義理恩なんですよ。そして私はですね、日本へ帰ってきてもビジネスマンになったわけですけども、私の知っている世界とは違っていたということでね。で、その後ビジネスの世界で生きていこうという気持ちはあったもんですから、その時に知り合ったというか、私を助けてくれたその人の住所と名前が分かればね、その人を訪ねて行ってですね、連絡を取って、どんな方か知らないけども、私はあなたのような人のために働きたいというようなことを申し出てですね、そしてその人のために働きたいというようなことを、働くだろうっていうことを、自分の心の覚悟として思っていたんですけどもね、何しろ、もう一期一会ですよね、もう一生会うことはないってことないだろうなっていうことで、思っていたんですよね。どこへ行かれたかどうかも知りませんしね。とにかくシドニーからメルボルンまでの飛行機は同じ飛行機だったということなんですけどもね。それが私の一つの、この、なんて言いますか、ものすごい強いわだかまりになっているんですね。で、ですから私は別にそうして、そのお金がない、特にね、バスなんかで、そういうこと、ほとんどがバスだったかな、あとはレストランでもありましたね。レストランで細かいお金がないとかっておっしゃってる方が前でね、ごねてらっしゃるときに、私はさっと常に出してあげてます。それは悪い人にお金を出すってことじゃありませんのでね、本当に困っている人ですよね。困っている人ということは、困っている人なんですよね。それは演技でできることじゃありませんので。ともかくもそういうことなんですけども、それがね、私の大きなわだかまりっていうか、それは私は最初に申し上げましたように、子供の時から大変気前の良い男でね、それは格好付けでもあったし、そういうやり方で、子供の頃といいますかね、小学生の頃は、今風に言えば、今風というか古風な言い方なのかな、古文を作るのが上手だったんですよ。古文を作るってことはね、仲間に引き入れてしまうっていうやり方の、一つのテクノロジーであったのかもしれませんけども、私は末っ子ですからね、そういう意味では物には執着しない、与え放題与えてもらっていたというような生活だったんですよね。愛情もたっぷりあったような気もしますね。ともかくもそういった人間でしたから、冒頭で言いましたように、ケチとは、正反対の立場にいる人間だろうなというふうには思っています。ともかくもそういうことがありまして、たまたま昨日もですね、岐阜駅の JR の方でですね、ほとんどの人は、その、あ、ほとんどって私たちの除いてると、ほとんどは
全員はですね、その JR の岐阜駅で降りましたね。で、私はもう一つぐるっと回った先の名鉄の車庫の方で降りたわけですけども、その時に、まあ、もう一番最後尾の席に戻った時にね、そのおばあさんがその段を降りながら顔だけ覗かせてね、ありがとうって言いましたね。まあ、それは本当にすがすがしくも、まあ、気持ちの良いものですね。その気持ちは別に私がすがすがしさを感じるためにそうしているわけではなくてですね、原点は先ほど言いましたようにブリスベンでのその経験なんですよ。もう困ったと思ってポケットを探っている時に、私の右側からね、さっとこの10ドルだったと思うんですけども、お金を出してくださったあの人の恩義、名前を聞かなかった、住所を聞かなかったという、その何て言うかな、もう私にとっては本当に一生の不覚だったんですよね。それ以後、私は人に物を借りたということは10円玉2個しかありません。一度は幼稚園の教師をしている時に電話料がなくてね、子供のことで急に電話しなくちゃいけない時に、まあ、当時はね、10円の公衆電話だったんですけども、今もそうですけどもね、電話料がなくて、そっち近くに行った他の先生に10円借りました。もう一度は、夜中にね、30キロ走破の走破っていうかね、歩いてまして、最後の5、6キロでね、歩けなくなりましてね、近くにあった交番で、まあ、タクシーを呼びました。夜中の朝の、ね、3時、4時だったんですけども、その時に交番で10円借りましてね、ともに私は翌日にですね、お菓子を持っていきましたね。お菓子、菓子箱と10円と持っていきましたね。で、交番の場合は10円でも受け取らないって言うんですよね。それはその時に知ったわけですけども、こういうお金をいただいてもね、処理の仕方がありませんからって言って断られましたが、ですけどもね、お菓子は受け取ってくださいました。みんなで食べますからって言って受け取ってくださいましたけども、私にとって借金、物を借りるっていうことはそういうことなんですよ。ですから私はそれ以後、まあそのブリスベンのね、そのお金は借りたというよりも、まあ、助けてもらったわけですけども、まあ、本当にね、その人に会って住所と名前聞いていたら私は返したでしょうね。またそれ以上にやっぱりその時にね、住所と名前を聞かなかった自分っていうのが、本当に今の今も、なんていうかな、辛いですね。やっぱり今思い出すとね、あの時の自分を思い出すと辛いですね。やっぱり正直に言って辛いです。どうしてあの時に住所と名前を聞かなかったんだろうって。はい、相手が香港人であろうが中国人であろうが、私はその人のために仕事をしただろうなっていうふうに、まあ人生の入り口ですからね、強烈な、その、なんて言いますか、印象となって残っています。で、そこでブッダの言葉じゃないですけどもね、こんな話とね、低俗なこと話とブッダの話を一緒にすることはできませんけども、たくさん持つことは幸福ではないんだよ、人にあげることが幸福なんだよってことを言ってますよね。まあ、ブッダのあげるという意味はね、まあ、別のところを、まあ、照らしますとね、まあ、愛で慈悲ですよね。英語では love と訳しますけども、慈悲ですよね。慈悲ってことを、まあ、英語では love と訳しているわけですけども、慈悲のことなんでしょうけども、まあ、愛をね、与えれば与えるほど幸福なんだよという意味にもとっているわけでしょうけどもね。という意味で言って、まあ、解いていらっしゃるわけでしょうけども、解いたわけでしょうけどもね、私はまあそういうふうに、まあ、たくさん持つ、そのたくさん持つということは、まあ、愛情であればいい、自分の方に向けてもらう愛情ではあればいいわけですけども、愛情がたくさんあるとかね、少ないということは言いませんのでね、深いとかってことは言うわけですからね、まあいいんですけども。ですから、まあブッダはその場合は物のことを言ってるのではないのかなと思いますね。冒頭で挙げました、 Happiness is not having a lot と、たくさん持つことが幸福じゃないんだよと。Happiness is giving a lot と、たくさんあげることが幸福なんだよっていうふうに言ってると思うんですよね。まあ、確かに、はい、そういった時の、まあ、昨日はね、ですから、まあ、バスを降りるときにね、まあ、はい、幸福のね、ブッダが説いた幸福の千分の一、万分の一、あるいは億分の一かもしれませんけどもね、ほんのかすかに小さな小さな、さらにその小さな光がね、ぽっとこう自分の心の中に灯ったのを感じました。おばあさんのね、おばあさんって言って私とそれと年は違わないんですけどもね、にこやかな顔で、ありがとう、
って言ってね、私の方を見てくれたあの笑顔、ポッとね、本当に小さな光ですけども、灯火ですけども、私の心の中に、まあ、ひらめいたと言いますか、ひらめいたじゃなんていうんですかね、に、まあ、輝いたのを知りました。とても、まあ、私にとっては良いことです。これからもそういう風にしてね、困っている人がいたら、私は迷わず、まあ、助けるだろうなというふうにも今のこの時点においても思っています。ということで、今日はビデオダイアリー、幸福というのはたくさん持つことではありませんよ、あるいはたくさんあるから幸福ということではありませんよ、たくさん持っているから幸福ということではないんですよね。皆さんね、たくさん与えることが幸福なんですよという言葉をですね、もう一度深く深く噛みしめて今日のビデオダイアリーを終わりたいと思います。今日は30分近くになってしまいました。ごめんなさい。では皆さん、新しい週が始まりました。国際情勢はいよいよ怪しくなってきましたが、皆さんの平和と安穏を心より願っています。 Bye for now.